はい、こんにちは、高井です。今日はね、片足のスクワットをね紹介していきます。でまず手を前に出しますね。そして片足上げます。足を前にして、そのままねこっちの軸足、右足の方を折っていきますね。で、かかとがね、この軸足のかかとがついているように下まで行ったら上がってきます。左右ともね、25回ずつ3セットやりましょう。